ヤグラ囲いは、将棋において、主に一飛車、小巨飛車戦法、アイブリ飛車戦法で使われる囲い。単にヤグラと呼ばれることが多く、ミノがい、アナグマ囲いと並んで代表的な囲いの一つ。ヤグラは相掛か,かり、角代わり、横ふどりと並ぶ、アイビジの四大戦法の一つ。一飛車で互いにヤグラがいに組んで戦う戦型のことを、アイヤグラと言い,い、これも、ヤグラと略されることが多い。 この線形のオーソドックスさと歴史、拡張について、米長国夫は、ヤグラは将棋の純文学だと述べ、将棋の世界では広まった言葉になっている。ヤグラ定石はヤグラを執行する者たちの思いゆえに、とてつもなく深い考察がなされる。一方で、ヤグラは難しいという声が非常に多く、確かにヤグラは難しくまたる意見が多く、 覚えることも多いとされており、難しい矢倉であるからこそこれほど多様化し、重厚な姿、美しい手順流星の理由はそれだけ多くの将棋雑誌を魅了してきたからとされている。その結果、どんどん進化して、そして進化し数えきれないほどの形が生まれて刺されて、時に消えて、そして復活し、91手定石という驚愕の手順まで誕生している。戦後から、 平成の時代には大きなシェアを占める超人気戦法でもある。相振り飛車でも用いられるが、その場合右側にヤグラ囲いを作ることになる。通常、ヤグラ囲いとは、玉を88に、左金を78、右金を67に、左銀を77に移動させたものを言う。相手の飛車先を77銀と受け、そこに67金右と一枚加わった形で、 上部に厚いのが特徴である。通常の矢倉を金矢倉ということもある。角の初期位置に玉が来るため、角をうまく移動させることが必要になる。相矢倉では6、8の位置に角が来ることが多いが、4、6や5、7、2、6の位置に来ることもある。後手は7、3に持ってくる場合が多い。上部からの攻撃には強い反面。 7、8の金を守っている駒が玉1枚だけであり、横からの攻撃にはそれほど強くないという特徴がある。ただし6、8には金銀3枚の危機器が集中しているので、8段の守りが薄いというわけではない。8は金銀の危機がないためやや弱く、例えば経過比較を聞かせて一気に攻め立てる鈴メ差しという戦法がある。二千十年代からはいい。 飛車戦法の中でも岩儀、角代わりなど、他の戦法に押され気味ではあったが、今でも根強い人気を誇る。それだけに金ら銀らなど多くの形が生まれた。非常に古い戦型で、江戸時代には同じ音のらの文字を当てており、文家六代目、大橋総英が表した、将棋譜式などの定石書でも、先手ぐら崩しなどと表記していたが、 昭和後期には、矢倉の表記が一般的となった。ただ、増田光造や山口瞳など、昭和前期に将棋を修行した人の著書では、矢倉というカタカナ表記も登場していた。近年では、ほとんどが矢倉である。語源については、近年では、加藤二郎が、お城の藤宮倉、物見倉に、形が似ているところからついたものと述べているように、 日本の城郭建築の櫓に形が似ていることから名前がついたと記述する文献が見られるようになった。しかし、京方年間に出た近代将棋交換には、この小松櫓というなり、古大阪北浜櫓屋の何菓子という人このみて、この小松を差し申すによってしかというと記載されており、櫓の語源の有力な説となっている。 現存の寄付では1618年8月11日の本因坊三佐と大橋総慶の対局が初出である。本因坊が矢倉囲いを用いた。当時はブリ飛車前世紀であり、岩儀が最有力戦法として流行した。曹操期は図一から一から片矢倉にしている。これを見る限り、形の上では現代と変わってはいないが、 将棋の考え方という点では大きな開きがある。だしぶり飛車の早囲いも一飛車側の船囲いも、すでにこの時に考案されていることが知れる。ともあれ矢倉将棋は、この総計、三車線に橋を発し、様々な創造と修正の努力を繰り返しつつ、大きな発展を遂げて、現代に生き続けるのである。ところで、後に駒打ち線でも矢倉を採用されている。随からには、 右強者落ちで、先手引き角は、旧型の岩木である。他、図一から三和の角落ち戦の五十七番勝負の、第六局が図一から五である。十大同士の一戦。当時は、岩木と矢倉の対決が、最大のテーマであった。先手は七八銀から七七銀としている。矢倉への、第一歩で、当時では、珍しい着想であった。後手は三二金と立ち。 六二人から五三人のコースで元ンを目指す。当時にあっては、新のヤグラと旧の元ンの対決で、元ンからヤグラの優秀性が認識された注目すべき対戦であったと言える。次の代は七世名人、伊藤総監が出現し、さらに新しい実験を試みた。ヤグラは、肩が重く、主勢という風潮の中でヤグラを指す、将棋士への再評価があったとみられる。 総刊時代は五七銀型が常識になっていたが、実践を重ねて四八銀型に修正されていったのも、この時代である。さらに当時は厚みを重視し、飛車先を切らせる指し方をしていたが、この観念に果敢に挑んでいたのが、総刊であり、弟の送りな人である御言武器であった。随一から六は1753年のお城将棋の、 対戦で、いつでも飛車先を切る権利を持つことで作戦価値になると見られるが、当時飛車先を切って一方手にする利を、さほど重視していないことがわかる。図1から7は1774年のお城将棋、小手の印こと武器とは、後の八世、名人、九代、大橋宗計で、図では六五歩の位取りが出現し、力強い刺し方が見られるが、この将棋が、 シデカドの原型とみられ、仕掛けた方が不利になるとされた。現代のシデカドも、千日手になる可能性が強くなって、姿を消していく。ただし、この、シデカドが背負う千日手の宿命を克服しようとして、新しい現代流のヤグラ戦法が開発されていく、わけである。図1から8は、1811年正月28日、不可の右兵との一番。 6、8に金を構えて、矢倉を完成させ、ここから2筋と4筋の歩を切って2歩を持ち、実利とともに、序盤の一手の大事さを示す。こうした、序盤感覚の鋭さも、近代将棋を開拓した、そう歩みの功績である。著書、聖戦定石は、実戦がそのまま定石となり、さらに実戦の実験によって、修正を加えて、より完璧なものとしていった。 各交換の矢倉も、そう歩みが初めて試みた手で、他に、しげかどにも新規軸を出した。随一から十一は、1845年6月25.2627日の第二期名人戦、第三局は、対局上の名を冠して、上山系の名局と権限されるが、序盤は当時流行の相掛か,かりコースからスタートし、千番の土井は、 角交換に出て、アイアグラ模様に局面を導いた。随一から十2は、天野櫓の踏襲であり、同時に、土井櫓への創造である。厚みと裁きを特徴とし、敗者の木村義雄十四世名人は、敗局の名曲と称えるが、名曲かどうかよりも、櫓将棋の復活に寄与したという点で、大きく評価される一局である。その後、戦後を迎えた当初は、 なお戦前派の相掛か,かり戦が主流を成していた。その中で、1947年5月30日、第6期名人戦、第6局、塚田正夫八段と木村義雄名人の対戦は、先手の塚田が角交換に出て、天野倉に局面を導いた。この木村、塚田戦は相掛か,かり、前世時代から倉将棋復活への貴重な実験であり、 新時代への脱皮となる。矢倉が一つの囲いから先方へと昇華するのは戦後で、特に、大山康春が1950年代は、矢倉の大戦と歌われ、1952年に木村義雄を倒して、名人位を奪取した一番の銀矢倉が特に知られる。この頃の矢倉戦は五筋を付き合うスタイルでなく、当時の相掛か,かり戦の延長で、先手四六歩。 五手六四歩とどちらかが四筋を突く、あるいは四筋と六筋を突き合うパターンであった。矢倉の流行の始まりは、タイトル戦での相次ぐ採用である。随一から十三は、1948年4月10日、第七期名人戦、第二局、塚田正夫名人と、大山康春八段の対戦。先手は、矢倉のコースを取り、五手は3、三二金。面白い手で、 普通は、四二銀から三三銀とするところ。これで、三二金から四一玉三三角として、従来のしで角の手順を三手角に修正し、序盤の一手の辛さを追求しようとした。図1から14は、1950年6月12、13日の第9期名人戦、第6局の木村、大戦戦、矢倉は時給戦という常識を打破し、 右銀を前線に繰り出して、急戦矢倉が出現した。昭和20年の後半に至って、松田構造球団と、大山康春十五世名人とで愛矢倉の戦いが始まり、数多く現代矢倉に連なる定石を創作した。そして勝負の度に、荒手が出て、その修正の繰り返しによって、多種多様うな矢倉が実験される中で、矢倉戦法は飛躍的に進歩するとともに、 マスダの構成、大戦の主制というパターンも定着した。主だったものだけを列記すると、次の通り、新旧大抗。五筋をつくのが新たで、六筋をつくのが旧とし、この戦型で戦い続けた。マスダ、大戦戦の後、さらに矢倉が多様化して、個性的な形が続出した。随一から十九は、1955年4月十九、20日の、 第14期名人戦、第2局の大戦、高島和樹よ八段戦。対3が17甲の手を見せ、後手は高島流に組み上げて戦った。その後の展開は、先手は二筋交換、後手は菊水矢倉から7五歩の展開になる。図1から20は、1956年5月15、16日の第15期名人戦、第2局の大戦。 花村元次八段戦、三七銀型から三五歩と仕掛ける手が出現した。その後、1956年11月5日九段戦、増田構造 VS ナダレンテラシなど、増田構造九段や、ナダレンテラシ九段も差し出し、ナダは三八一と飛車を一家によって、三七銀から三五歩という戦術を愛用していく。随一から二十一は、 1957年5月7、8日の第16期名人戦、第1局のマスダ、大戦戦。先手の大三が、シデカドを採用した。金、銀三枚で玉を囲い、後の日、角、銀、桂で攻めるという、シデカドの理想である。この他に、ヤグラ中尾車やガンに右玉戦法なども見られる。図1から22は、1962年5月24。 25日の第21期名人戦、第4局の大戦、二条戦。先手の矢倉中飛車に対して、後手は岩木から流れ矢倉に組み替えている。随一から23は、1962年12月7日の予備クラス間、正午時代に見えるイカド左目の矢倉崩し一歩止めの定石。 矢倉には端布をつくなが常識になっていた時代で、いかに五景からの矢倉崩しの常識を示している。この一歩止めが後に再評価されて、画期的な鈴目座しや四六銀戦法など、二五桂戦術の出現へとなったとされている。随一から二十五は、昭和二十六年の第六期名人戦、第一局の塚田、木村戦で、 この時の先手の1 7ス1 8比の構えが、スズメサシの源流ではないかと思われている。これに工夫を加えて、昭和28年頃に、増田光構造が、スズメサシの原型37系型を打ち出し、にわかに流行した。随一から26は、現代、スズメサシの基本図。これから、いろいろな変化をたどっていく。随一から26以下、2四銀、2五歩。 一三銀という指し方が現れた。そして三七桂型、三七銀型という区分が現れる。図一から二十七は昭和40年6月4日の第二十期順位戦の有吉道夫八段大加藤ひ文八段戦。一六歩、一四歩型から二五歩型で、この頃から橋の絡みが重要なテーマになってきた。本局の先手は三七桂と跳ねたが、 後に、3七銀型が見られるようになってくる。歴史的に見れば、3七桂型が先で、3七銀型が後になっている。随一から28は、昭和43年11月29日の、第1期六車線の米長国を六団体、山田道義八段戦で、2四銀マイナス2五歩、1三銀とご手が、橋攻めを受けて戦った。スズメや、棒銀の出現から、 1970年代から、ヤグラはさらに橋の絡みが重要なテーマとなる。一両方を受ける方、二両方を詰める方、三片方だけ詰めて、もう一方を受ける方。これまで、同型ヤグラや四枚ヤグラは千日手になる危険が多く、ヤグラ戦法の進歩に大きな障害となっていたが、それを打開する方策として、 橋の絡みをテーマとする新しい戦法が出現し、旧正の矢倉から矢倉戦法に生まれ変わることとなっていく。随一から二十九は昭和五十四年四月十一、十二日の第三十七期名人戦、第三局の米永国を九段対中原誠名人戦。ここで後手の対応としては、一に二玉、二に二銀、三に四銀があり、 2の2に銀が多く見られるようになっていく。また二一銀3三,三桂に一玉と、玉を一つ下がった形で受ける刺し方も現れてきた。随一から30は、昭和54年10月12、13日の第20期王位戦、第7局の米長、中原戦。2二に銀型の多様化の一例として、受けの五三角の手が刺されるようになった。随一から31は、 1980年12月19日、第30期王将戦リーグ戦手、米長国を v s 後手、勝浦治武戦。対数詰めしには、棒銀が有効とされ、後手が、棒銀に構える。これに対し、先手の26歩と目プラス15歩から2級飛型が、出現。先手は4六角マイナス65歩型さらに右銀を4、8から57から66に構えると、 後手は飛車を62に展開し、64歩から角交換を狙う戦術。随一から32は、1981年6月30日の縦断戦。先手、米長国を v s 後手、中原誠戦。後手の75歩交換から、先手が26歩止め、プラス15歩から29日が宝後、9日が出現する。この26歩止めと、 橋を詰めてからの駒の中央への進出は、右銀を使う、別の攻め筋をも生み出す。鈴目差しの攻撃手段は、比較、経過の攻めで、銀が攻撃に参加していないというのが、欠点としてあった。図1から33は、1966年12月21日の、王将戦予選、先手、山田道義 VS5 手加藤ひふみ戦。先手の山田が飛車先を二六に、 保留のまま、右銀を37から46に、飛車を58に展開している。随一から34は、1969年1月17日王位戦、先手加藤一文 VS 後手、中原誠戦。先手、加藤の2六歩型のままの3七銀に、後手中原が2四銀と、早めに上がり、先手の3五歩を牽制。加藤は、津の局面から、 右銀も繰り返って鈴目座しに移行する。図1から35は、1976年6月22日王位戦。先手、米長国を VS 後手加藤一文戦。後手加藤に四銀の構えに、先手の米長が二六歩止め三七銀型鈴目座しから、四六銀から三八飛から三五歩と仕掛けている。ただしその後は、銀交換から後手が、右玉。 先手が一ナグマに移行している。1979年1月16日王将戦、先手加藤ひふみ VS 後手、中原誠戦では、先手の加藤が3七銀マイナス3八比から3五歩と、する、ダ流を採用し、後手中原が2六歩止めを逆用して2四歩から3四、銀として2三銀型を狙い、図1から36となる。後手の同歩に2四歩と歩を垂らす狙い。 こうして80年代初頭に開発された先手矢倉の飛車先一歩止めと右銀参加が矢倉四六銀先鋒へと発展して行った。さらにこの頃から飛車先太い矢倉が出現。源流として11から37は1979年9月21日順位戦。先手、田中虎彦 v s 後手、松浦隆一戦。 先手の田中が飛車先太い櫓を採用。27歩のままで37銀から35歩を試みた。随一から38は、1979年12月13日、若獅子戦。先手、田中虎彦 VS5 手、武者の勝美戦。先手の田中が飛車先太い櫓から35歩交換と、17甲から鈴目差しにする指し方を披露した。 この後右銀が26から14に進出する。類似の戦術は1977年12月7日の十段戦、先手、中原誠 VS モテカトウヒ戦で、先手の中原が26歩止め37銀型の、スズメ刺から35歩の一歩交換と36銀型の、陣形を組んでから橋攻めを観光している。図1から39は、 1982年4月26.27日の第40期名人戦第2局の中原、加藤戦で先手の名人中原が飛車先布団の作戦を採用した。作戦は当時流行した鈴目差しであるが、展開は角交換から中央での展開に持ち込んでいる。金ヤグラの6七金が銀に置き換わったものを銀ヤグラという。 56の腰掛け銀を67に引いて組むことが多い。76の地点への攻めに強いことと、78の金に67の銀が効いていることが特徴である。また、右銀を67まで持ってくるため、手数がかかるのが欠点である。78と68の両方に金を持ってきて4枚で囲う場合もある。通常の場合、56に銀を保留して67銀は少し先を送るものである。 右辺の状態により6七金右なら金ヤグラになる。九線ヤグラの右島飛車から持球線にシフトした場合に現れることが多い。2019年4月の渡辺明対稲葉美の対局は銀ヤグラの例を示している。序盤は角代わり合い腰掛け銀に5歩から4八金マイナス2 9日型で。 両者は角換わり対局の典型で最初にカブト囲いを築く。この後、稲葉は先手が攻撃を開始するのを待つという2010年代に人気のある戦術を使用し待機する動きを見せる。これにより、渡辺は6筋不評をつき、腰掛けした銀を5、6から6、7に移動し、王を囲いに移動することでカブト型の囲いを銀矢倉に発展させ、 中央の不評をつく手を見せた。角代わり6六歩型腰掛け銀の陣でも、先手5六に腰掛けた右銀を6七に移動して、銀矢倉に発展させることができる。金矢倉の7八の金を6八に変え、玉を7八に持ってくる形を、型らという。天野双方が愛用していたことから別名、天野櫓とも言われる。囲うための手数が一手少なくて済むほか、 角の打ち込みに強い利点がある。通常、ヤグラ囲いのように88と78の位置ではなく、それぞれ78と68に王と金を配置している。この配置は、角代わりの後に、相手の角が69、または59に打たれるのを防ぐためのものである。そして68に金を配備することで77の銀、67の金と68の金が連携するようになる。金ヤグラでは、 6、8の金は王以外の駒によってしか効いておらず、6、9に打たれた角行を排除攻撃することができないのである。一方で欠点としては、7、9が開いているので、一段目に敵の飛車や竜王がいる際に、金や飛車を7、9から撃たれる心配がある。8、7に効いている駒が玉のみなので、8筋が弱くなっていることが挙げられる。盤上に自分の角がいると組みにくく、 また相手の角打ちを牽制している意味があるため、角代わりでよく用いられるほか、角交換の起こりやすい脇システムと併用すると相性が良いことが藤武氏により発見され、この組み合わせを藤流早屋囲いと呼んでいる。片櫓の6七金を5八金のままとした形は、コンピュータ将棋のボナンザバージョン2が多用していたことから、ボナンザがいと呼ばれる。土井櫓は7七銀。 7八玉に加え、6七に左金を上げるか濃い。右金を6七に上げ、左金を右に使うという組み方もある。右側の金を自由に使えるため、バランスの良い陣形に構えることができる。角内に強い。土井一太郎が得意としたことから、土井櫓と呼ばれる。土井櫓は昭和初期に見られた櫓の変種である。組み方は、 通常の矢倉の駒組から6七金右ではなく、6七金左と上がり、図の基本形の囲いを目指す。一方で図の応用形の方は1980年代に猛威を振るった、先的者座寄と問い櫓式の鈴目指しに対して、中原誠16世名人が用いていた構えで、角の利きを端から動かさずに、玉の位置を移動することができた。問い櫓は、 故知新とも言うべき戦法で、近年でもコンピュータ将棋の流星後、令和の時代になって、新型元ンのように玉の硬さよりも、核交換を前提とした、バランス重視の陣形が見直されたためで、流行することとなった。この編集は、金ヤグラほど強力ではない。ただしこれは対局者の陣内をより広くカバーする。対戦相手の持ち駒に、 角がある場合に重要になる可能性がある1940年の第2期名人戦七番勝負第3局で先手挑戦者の土井千太郎八段が後手木村義雄名人の総矢倉にこの土井矢倉で対抗したのが知られる通常の矢倉に比べ硬さでは劣っても駒の連結が良い名人戦に現れた将棋は角代わりの出だしから行き着いた局面であるがこの陣形は 角の打ち込みにも強い。実戦は4五歩4六角から激戦が続いたものの先手の土井が勝利を収めている。大隅囲いから土井上がらに発展することもある。この囲いは2018年の秋田王戦で高見大地によって使用され採用が目立つようになった。ありがとうございます。